東淀川区に住む専門学生の神田千春さんは通学のため駅近くの地下道を利用している。あそこは気持ち悪いから通りたくない。友達はそう言っていつも遠回りをしてまで地下道を避けていた。夏休み前の最後の授業を終え帰り道のことだった。駅に着いた神田さんは通い慣れた地下道に入った。地下道に入ると向こうから華奢な女性が歩いてくるのが見えた。こんな時間にここを通るなんて私みたいな物好きかな。そんなことを考えたか考えなかったか、ほんのわずかな時間だったように思う。スーという感触で神田さんの首筋を通り抜けるものがあった。首に手をやったが特に異常はない。向こうから歩いてくる女性は徐々に姿が大きくなっていた。再び神田さんの首に何かが触れた。思わず両手でその何かを払いのけようとした神田さんは首に巻きついたものを手に取り、この世のものとは思えない声で叫んだ。神田さんの手には黒く長い髪の毛が数本束になって巻きついていたのだった。そして向こう側から歩いてきた女性が必死に髪の毛を振り払おうとする神田さんに声をかけてきた。ああごめんなさい、私の髪かもしれないわね。その瞬間その女性の姿はどこにも見当たらなかったという。